はい、えー、皆さん、おはようございます。えー、今週ね、ずーっと天気が良かったのにさ。<laughs> この日だけは雨っていうことでね。えー、と、まあ、今週のね、その、えー、火曜日に。えー、まあ、某ね、金融機関のゴルフのコンペがあるって言うんでね、えー。久しぶりに呼ばれたんで、行ったんですよ。そうしたらね、朝から強風と雨でね。 で2時間待てばなんかね天気がな回復するなんていうことで、えー、まあとりあえずね、まあ、ゴルフだから、うん、雨だろうが嵐だろうがね一回そのクラブハウス行かないといけないっていうねな暗黙のルールがあるから、うん、行ったんですよでそれでまあまあまあ,まあっていろいろねあのー、打ち合わせしたけどやっぱりよそうか怪我人が出たら大変だみたいなことになってね、えー、まあそんなことで、うん、中止になっちゃって。 でしょうがないからね、あのー、ちょっと、うん、実際に現地に、ね、足を運ばなきゃいけない案件が2つあって、まあ、じゃあそのまんま一番なんですね、ちょうど運転手つけてたから、あのー、一緒にね、うちの奥さんも連れてって、<laughs> 午前中う、仕事して、でその後、ねえーまあ運転手いるからってんでね、えー、昼からじゃあ飲んじまいなって、ね、<laughs> 中華街で一杯やったら、それからいいのくてね。<laughs> ずーっと夜までね、えー、飲み続けちゃったわけだけどもまああのー、あ電話が鳴ってるけど、まあ、ちょっと待ってましうね。と <laughs> いうことでねまあそんなことをねしてるわけだけどなんか最近さほらあの公演呼ばれないんだよねきっと <laughs> もうねリアルセミナー増えてもいいんじゃないかなと思うんだけどもうん前はねそのこのね、えー、流行り風の前はさ年間60 回くらい講演したからねで、もうあちこち行ってね今頃だと日本中美味しいものがあるから公、うん、演した後にね美味しいもの食べて帰ってくるってねあれですけどもう今ね家にいてほとんどね外出ない感じじゃんこれさほんとなんとかなこう家で仕事できる環境ってすごいなと思うんだけども逆に経済ってさちょっとこういうことで。 あのちょっとずつねじわじわとやっぱりいろんなところに影響出てんだろうなっていうねもうまさにね最近あの外に食事行くとね実感しますよ。で、あのー、特にさ、まああのー、最近ねこのなんとか、えー、減税減税って言ってるけどさ、まあ、基本的にはその裏ではねうん減税っていう一過性のものじゃなくて今後起きてくるさ社会保障の関係とかね えー、そういうもののコストが上がってきて結局手取り金額がどんどん減るんだということでね、えー、まあ所得に応じて結局累進課税になって、えー、ねその、うん、障害もう就労時の うん税負担率がもう50%超えるって言われてるんだよね、まあ、税とその社会保険ねあの、合わせてさ、50%超えるってちょっときついよねと、で最大70%ぐらい、ね、負担率らしいですよで、僕もそうは言ってもね、結構な納税してて、この間もうんちょっと事情があってね、あのーあ、事情があってとかあれか、あれ、の、か、ー、なんか保険、<laughs> 65になったからね、なんかね、え な介護保険っかあれの金払いみたいなね通知が来てさ <laughs> でそれで去年の年収を基準にしてなんか払うって言ってさで去年の所得見てねえっって思ってあ確かにそうだなっていうね足してみるとあそんくらいになったらなーって思うんだけどさいやー税負担結構大きいよねでそういう中でさ今度この岸田さんねえ岸田さんっていうよりもさこのうんまあたまたまねこのうんなんだ うんこれ給与、給与アップ法案中の,、ねこのまあ、うん公務員の、ね、給料を、まあ、今後、まあ、2年連続で、ね、上げるみたいな2年だとか、ね、連続でこうさ値,上値上げするんだということで,、ね、でそれに合わせてそのお、ねえー、この官僚とか政治家の、ねえー、賃金も上げるんだなんてことで。 こそっとこう出した途端に <laughs> みんなして大騒ぎだよね、えー。そりゃそうじゃねえかと思うんだよね。あのー、まあ公務員の給料ってまあ大体ねその、うん、民間とそれほどずれがないようにいい調整するんだけども、あのー、民間っていうのはあ当然だけど売り上げがあってね。でその中からまあ,あ人件費っていうのはまあ経費としてねその賄える分量をね。 あの計りながら決めていくわけだよねで、まあ、結局今はそのうん何ていうかねこれもまた政府の方針でね結局いわゆる終身、えー、雇用はね良、えー、くないみたいなこと言い出してで結局なんかね非正規雇用の人ばっかり増やしてねで企業の採算性をね良くして一部の、ね、企業だけはめちゃめちゃ儲かって。 だけど一般の,そのね下請けだとかそういう人たちがすげえ苦労してるのにひょうひょうと言うんだよ。でそれはねなんでかっていうとこの人たち困ったことないから。うん、要はあのーさあうーん今どんどんねそのまあ地方もそうだよね、あのー、職場がないということでね何するかっていうとまあうーんまあいろんな予算をぶんどってきてさ で公務員増やすわけでですすよで。公務員増やすとどうなるかっていうと公務員についてるね、その一般世間のわからない、えー、ね、えー、政治家が、あのー、ひょうひょうとして、あのーねえーまあひょうひょうとして票を取るっていうね <laughs> それにはさまあね、えー、組合ってあるはね、えー、まあ公務員だけはさ特別なねそのうんその。う 権利を持っていていねそう簡単にクビできないし、えー、さらにねその組合がめちゃめちゃ強いからね要するに、まあ、こういう形で、えーね、この給与を上げるみたいな話になるんだけども本来さじゃあ一般企業としてね人口がどんどん増えてきていてで、えーじね、仕事が煩雑化してきてでいろんな政策がいろんな人になってきてっていうことでさ公務員の人たちがどん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 増えていくわねだけどさ今人口はさ 下り坂になってきたわけだよってことはその分いらないでしょっていう話じゃん。ってことはそのねうーんとまず仕事の分量に応じてね公務員っていうものを雇う風にしないとおかしいわけでしょ。ね、でそうするとその仕事の分量ってどういうことかっていうと今ねこれから AI がさどんどんねその加,速さし加速化してきてるわけよ。ね まあ、この間ちょっとね、その、岸田さんがさ、喋 <laughs> ってるんだ <laughs>、ね、動画なんかね、えー、結構マジで信じちゃうやついるんだろうけど、ねあの、そういうことができちゃうような世界になっていて、でえー、特にね、その動画とかそういうもの以外に、今度数、算数だよな、要するに足し算かけないひざは、もうこれ、一番コンピューター、ね、の得意なわけだろう。うそれが今度集計となってね で結局うそういう集計に基づいた、まあ、今度は予測ってものが出てくるわけよ。でそれが AI で賄ってきてしまうとなるとどうなんですかまずねあのー、税務署ってね今いろんな形でさ集、うん、税をしてるけれども修税の方法が今税理士がとかね個人が出したものを あのいちいちね、チェックしてみたいな形やってるけど、今、直接入力できるようになってくると、もう税務署の、税,税務の申告は自動的にできるよねってこと、であと社外保険の計算も自動的にできるよねってこと、ね、でそれで、えー、さらにね、決算書も自動的にできるようになるじゃん、まあ、当然人間が打ち込むんだけどね、だけど、こういうものが、ね、今度は要するに、いね、じゃ領収書とか。 ね、今名刺管理のソフトなんか見ると、ね、名刺を写真するとさ自動的に取り込むじゃんそれと同じように領収書も、ね、写真撮れば取り組むみたいな形になるよねでそうすると今度は、ねえー、いわゆるう、ね、個人はマイナンバーだしー、ねあのーまあーね、商売やってればあいわゆるう、ね、登録の要するに番号が振られてるわけじゃない。 でそうすると、これで全部賄えるとすれば、公務員そんなにいらないよねってこと、今度、戦略的なじゃあ、公務員、ね、た、えー、るよね、戦略的な公務員、どういうあれが必要なのかっていうと、ね、要するに、えー、政策を考える公務員が必要なんだけども、今までの過去の政策見てみてもらえばわかるけれども、ほとんどとんちんかんな形でしょ。 でそのトンチンカンなことをやっていてで今こうなっちゃってるんだけど誰も責任取らないわけじゃないで誰も責任取らない政策に,に基づいて我々がさ税負担してね彼らがやってきたとすれば逆にいねえ方が良かったんじゃないかなっていうようなあのー、こともね出てくるじゃん。そそう今政策ののののののチェックしないよねでこの間あのねこ間公務員のその使った金の、ね えーと数字ね、えー、で、えー、これは無駄遣いだったっていうんだけどいやそれどこじゃないですよ見積もり書見てみなってことね <laughs> あさ俺なんかじゃ考えられないくらいの見積もり金額を通しちゃってるわけだよね、まあ、どういう事情か分かんないよ、ねあのまあ、当然そこには政治家が解散してるのかもしれないけれどもね要するにそういうことでさねあの使った金をチェックしてね 無駄遣いだっていうのが380億円かなあったわけだよね。今度はそこの元の数字ねあの考えてごらんってことねいちいち見積もりってさ普通の人はねあの見積もり見てさね我々はまあ建築の仕事をしてる不動産の仕事をしてるまあいろんな仕事してるよねで IT の関係の見積もりも来るよね。するとさそ見積もり見てさ「いやこれちょっとお前あの高すぎない?」って分かるわけじゃん。 ででえー、この間、なんだっけなあの東京の、ね、なんか <laughs> なんかモニュメント、えー、1億何千万、ね、なんか鉄板で作って、ねまあ、うんステンレスで作ったってさ、まあ、どう考えたって半分以下だよねっていうのがさ1億何千万で、ね、予算が通って、ねでえー、結構揉めたりしてるわけじゃないでそうすると元々の金額考えてみないてもっと下がるよねってでそれの作業をするのが本当は公務員じゃないですかってこと。そうだだよねだって 発注する側なんだもん。だもそれをちゃんと見るのがさ、好みなんだけど、それはた、ねその、なんか知らないけど、どんどんこう出しちゃいってみてで、えー、結果的に、ねそのうーん、あとあと、ね、そのうん出しちゃったお金で、ねえー、それにさらに上乗せした無駄遣いがあるわけだから、でそういうさ、チェック機能でをもっと強力化した方がいいんじゃないかなと思うわけ、あともう一つは、政治家の人たちもそうだと思うんですよ。ねあのー ももっっとチェックしたうがいいいいんじゃないのって僕はいつも言うよね。だってさあの, <laughs> あの公約ってさ何だろうっていつも思うんだけど、ね、私たちの党だけです消費税を反対してるのはでも反対してるのはあなたたちかもしれないけど実際消費税上がっちゃったじゃんっていうじゃあこれどういう公約なのってことだよね。言いまましした。た。通りませんでした、ね、っていうのが、ね、そ許されるなら。 それ公約でも何でで、ももないじじゃゃんん。ってことじゃんねで。まあ今後ねそのいろんな形であのー、これからいろんなチェックが入ると思うんですよ。だけどね、今回のこのような形でなんか国民が知らない間にねそのうん、これはあねえー、ねなんだっけ後がずれちゃったなんとかっていうねそのうん、公務員の給料をさ決めるところはね要するに。 戦略的にね、その国民の所得を上げる、それ、国民の所得を上げるんじゃなくてさ、公務員の所得を上げたら税金上がるに決まってんじゃん、さ、っていうのは、いやー、ぞっとするよね、だから、これさ、国民の理解を受け,られ受け入れられると思って、言うこと自体があなた方の資質がどうなんですかっていうことじゃないのって思うわけ。だかからさ僕ね本当なんか 今度はね、ちょっとこう政治に対してねいろんなことをあの言ってるように聞こえるかもしれないけども常常識識っってどっちが常識あると思う <laughs> 皆さん判断してよ俺はこれちょっと常識外れてるなと思うわけだってさみんな低所得者の人ねで今度はあーさああーこの個人の自営業者の人たちね えー、そういう人たちがさどんどん苦しんでてねでさらに非正規の人たちがねその職をあぶれちゃったりねあともう一つは、うん、今度は、うん、給料が上げられないからといって、ね、人材が確保できなくて倒産しちゃう会社ねいっぱいあるわけじゃないで建設業だってそうでしょ大手の建設業ね、あのー、実際に、うん、工事がさ追いつかなくてしょうがなくてもう、うん、お金でかき、ね、人をかき集めてさ そのうーんやったら結局工事がねあの赤字になっちゃったとかさあ,あとはねそのうん建設業の,その人たちの,、ね、その人件費を削減する労働時間を削減することによってさで結局ねその うーん柱のね、か柱のす <laughs>、ね、あのやつがさ、ね、しっかりと管理できなくてねで、結局大手の、まあ、会社は言わないけどさ、ねあのーまあ、不良物件になってね、立て直すんだよ、そりゃそうだろう、ね、だって、ちょっと傾いたらさ、重力変わるわけだから、やっぱ垂直っていうのはさ、ちゃんと垂直じゃない、重力ってさ、支えきれないのに、ちょっと傾いてたら、そりゃ将来、ね、大変な事故になるわけだよね。 だからまあ大手だからそれねちゃんとできたけどさあ,まあ中小零細でさあねそのまあ最近増えてきてるのがあのえっとうん不良物件ね建築のさあその不良物件もあるしあとねえ結局お金が物価高騰でね支払いができなくてさあ倒産した会,会社はばんばん出てるんだよだけどあこういうは給料上げるんだみたいな感じじゃん。 それはちょっと許されないんじゃないですか。な、ね、なんかか感性がおかしくなってきてきる、ね、であとねまた今新しい神道なんかがこう出てきてねあの、まあ、小説家の人ねうん百田さんつのまた新しくねそのうん神道立ち上げるなんてねやってるけどうんあれもまたねどういう形になるかわからないけど。 あのー、さあこれからの世の中ってなんとなくさ今ガラガラっぽんに進んでるよねっていう感じがするよね。えーあのー、今ね宗教的なことでさが問題がねずーっとあったのが、ねえー、今それを、ね、その戦争においてさ解決しようっていう動きもあるし、ね、あと。 うん今ね、ねウクライナとロシアの問題でも、ね、あんだけガチャ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 やっててで結局、みんな疲れちゃってるわけですよ、近隣諸国ね。で結局あの、ねゼ、ゼレンスキーってあんちゃんがさあまだ声高に、ね、あのアメリカが、ねえー、なんとかしてくれるみたいなことになってさアメリカだってさ、そうそう、ね、ああいそ,そこに金出すくらいの経済的余くないですよ。 うんだってもう債務上限問題を超えちゃってんだからっていうことになるとお金がもう枯渇しつつあるわけだよね。でさらにね今度デ,デリバティブっていう取引がどんどんあちこちで外れ出しますよ。そうするとそのお金っていうのがどんどんなくなるわけだよね。っていうことがまだ分かってないんだ。うんで、えー、なんかね、あのー、なんか頭の中。 どうなってるかわかんないけど、まあ、今回ねその官僚にまあ、公務員はさまあ、少しね上げるにしたってさねそのそれに合わせてさ、ね、官僚とさその政治家の給料まで上げる俺はもらいすぎじゃないかなと思ってるくらいだからねあのー、どうかと思いますようんだからまあ今後ねあのまあここでこんなこと言ったって何どうなるわけではないけれどもやっぱりさあのー よよく見た方がいいよねでだけどさ野党側ってさ、ね、いろんなことを今回の件についても言ってるけれども、ね、要するに、えー、じゃあ自分たちが政権取った時のことってどうでしたかっていうことだよね。でそこを要するに考えながら、まあ、批判ばっかりしてるじゃんだから何もその新しいさそのうんアイディアがないわけじゃんでノーアイディアのやつがやっぱ国の先頭に立つとねやっぱり。 おかしいことになるよねだから今ほとんど政府ノーアリアでしょで批判ばっかり受けるであの今回もなんか、まあ、LGBT 法案も含めてね要するにそんなものを要するに、えー、通してしまったでさらに、えーね、今回も、ね、自分たちの給料を上げる法案には賛成するちょっとさ、ね、トップに立つ人が「いやそれは予想うぜ」って言わないと。 だめじゃないのかなーって僕は思うよね。ということで、まあ、ちょっとね、えー、余計な話をしましたけどまあ今後ね、いろいろと、社会の構造が変わる、で来年の大体、ねえー、半ばぐらいまでには大きく変わる、この波がね、押し寄せるんじゃないかななんてことを僕は思ってるわけ。う あのちっちゃいところからプチ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 って始まるんだけども、まあ、最後はそれがね大きな波動になってドーンとねおかしなことになる、まあ、それは一つはアメリカの経済ですよ、うん、これは僕はちょっと危険と思ってるしそれに伴って日本もそこにねあのー、まあ、うん、いろんな意味で経済負担をお強いられる可能性が高いと思ってるわけ。 まあぜひね、えー、今度、うん、11月の23日と26日かな、うん、一応またねその件についてお話しさせていただきますけども今は中国勢とか、まあうん、いわゆるサウスアジアだよねあとブリックスの動きがあの非常に活発化してきててでこれはね、まあうん、戦争にはならないと思うけれども要するに経済的な、ねえー、争いはこれから大きな 流れになななるんんじゃないかなと思うんですよ日本はね、あのー、昔、えーねそのうん、この経済力がバーッと上がった時にプラザ合意でね合意、まあ、ったって、あのー、一方的に押し付けられた、ねえー、ところで、えー、まあ為替をねいじることになっちゃったんだけど、あのー、今じゃあアメリカがそこの相手方にねそういうことを突きつけても相手方は納得しないから。 ね、日本みたいには丸め込まれないと思いますよっていうような形になるねいうふうに僕は思うわけ。アメリカ一強の世界はもうそろそろ終,終焉するんじゃないかなというふうに、えー、見てるわけです。えーまあ、そんなことととでねち、えー、ちょょっっ今日はちょっと <laughs> <laughs> あまりにもなんか稚拙な <laughs> ねうーん政治家の話を、ねえー、させていただきました。またね、あのこれに関してぜひチャンネル登録していただいて、えーですねえー、いろんな幅広い範囲で、ね、いろんなことを皆さんにお伝えしていますので、えー、ぜひ、ね、ご参考にしていただきたいと思います。えー、それではまた